トイレでこんばんは今夜も重曹木の章のお時間です、ね、ええトイレでですね夏といえばホラーじゃねということでですね,ねえ夏休みホラースペシャルという感じでですねえホラーゲームをどしどしやっていこうと思っておりますよ、ね、えホラーが苦手 <laughs> 大丈夫ですよ私と一緒に、ね、えお姉さんのこの真実をね確かめていきましょう さあ、というわけでですね、今夜もご覧になってくれた君、マジあざますねえ、たくさんある動画の中からというか、ねえ、たくさんの動画をアップしてる方の中からですね、あの、見つけていただきまして、ね、え、ご覧いただきましてありがとうございます、ね、え、そんな今日も見てくれた君、愛してますよ。ねえ、そんな君は今日もめちゃくちゃ頑張っていましたよね。ねえ、本当にですね、最近あの、平気でね、 気温が30度とかいきますので、暑い中、あのー、ね、健康にお気をつけになって、本当に過ごしていただきたいなと思うんですけども。さあ、それでですね、今回も張り切って、えー、やっていきましょう。さあ、前回ですね、ええー、なんだっけ、大野くんだったかなうわ、なんか大変な音する。ええー、何かこう、いたりするこの、起点紙をですね、え拾、ー、いまして、それで一日三組やってきたわけなんですけども。え、ね、え、他なんかあんのかなラブレター。 あと何もないのかなねえ、一旦出ますか <laughs> さあ、あとこっからどこ行きゃいいんだろうえー、なんか順繰りに行くって話しちゃったんで、<laughs> とりあえず一回戻りますか今度多分二年生の教室に行くようになるのかなお姉さんが二年生の時に、あの、何年何組、うおー何今の <laughs> 何年何組だったかちょっと <laughs>、存じないので、ちょっと待って今の何だったんだろう いやー、適当なクラスに入ったら何があるのかなりという、2年3組。えー、有限実行。いやー、有限実行になっていきたいっすよね。<laughs> いやー、でもなんだろうね、言ってて、できないパターンだろう。ちょっとこの、うわー、これ大野くんだかなんだかじゃない君はいつも、あの先生といる。なぜだい僕が声をかけても見向きもしないのに。 ずるいよ。僕とも一緒にいてほしい。また君に、声をかけるよ。イレンニクミ、王野ゆたか。えーずるいぞと言ってもなんか先生、あー、なんだろうね。あの、パート1で、あの、職員室に行ったじゃないですか。その間の、と井先生かな。あの、なんか、レッドオトチリペッパーって言いそうな。すげえ多分3年生かな。3年生は4階でしたよね。 お耳鳴りをしますね。なんかさっき、大野くんがいた部屋にもこの、耳鳴りというか、ね、耳鳴りみたいな音しましたよね。ここ見てれば、大野くんが、出てくんじゃねえかなさ、大野くん、カモンあれ耳鳴りはするでも、大野くんの姿が見えないな。おやっぱり大野くんだいやーなんか今、この大野くんが、 すーって出てくるシーンで、こう、背筋がこうね、ゾクッとしましたね。おちょっと待って、ラブレター、今までのと違くないおサイコの学生手帳。サイコ姉さんの生徒手帳だ。いやー、生徒手帳って持ってましたね。え平野サイコさん。えー、昭和25年6月24日生まれ。えー、昭和42年4月4日発行。学校名。これなんて読んだっけ <laughs> えー、所属クラブか、科学研究部科学研究部か。っていうことは科学研究部の先生と一緒によくいたってことなのかなえー、でもそうなるとあれじゃない部活の先生ってことになるよね。えー、そしたら普通なんじゃないかなえー、大野くんは何を思ってそんなことが言って、うわー何大野くんいやいや、大野くん。私はこう、サイコさんじゃなくて妹ですって。妹さんですって。 ええー。そして、大野くんのイベント一通り見たんですけども、次どこ行きゃいいのかなえこ、ー、こまで来たらなんか次行くとこまたわかんのかなと思ったんですけどもね。ちょっとわかんなかったっすね。えー、この部屋他に何もないのかなあれでもこの部屋にはうんこ書いてないっすね。<laughs> これは見えないと。ええー、ライト消したら何か変わんないかな変わんないっすね。 お、なんかヒントが光ってますね。えーちょっと待って、めっちゃヒントあんだけど。えー怪獣ウエまあ、開始ウエ見なくてもいいよね。えー、王の豊かな行方。えぇ、ー、音石先生の机の鍵。えー、ストーカーからの手紙。えー、最後の身分証。どれ見よっかなコイン4枚ありますので、とりあえず王の豊かな行方を見ますか。はい。 えー、大野豊は平野最後のストーカー。いやー、ストーカーさんだったのか。えー、最後の教室についている。えー、最後は三学年とも三組だったようだ。一年生から順に三組を回ってみよう。もう回っちゃったよ。えー。あ、そっかそっか、この最新の、この、ヒントを見れば次どこに行くかってわかんのかな。いやー、ちょっと今コインがないので。えー、おとり先生の机の鍵。で、どこ見ますか いや、なんか机の鍵を開けてあの中を開ければ何かこう先に進むアイテムが取れるんじゃねっていうねえお音石先生は机の鍵えー、科学羊を探索してみようすぐに鍵が見つかるはずただしただしえー、どういうこと戻りましょうんちょっと待ってここ1階だよねえー、なんか1階の人にも階段あるんだけど え、どういうこと地下室があんのでも、マップになかったよね。いや、マップにないっすよね。えー、なにあの、下る階段。科学室上げてみますか。科学室。えー、ちょっとなんか、手形があんだけどよくわからない数式が書かれている。えー、いや、おなんかここに赤い何かが。ええー、硫酸触るな危険。ちょっと待って カニ硫酸の中に入ってんじゃん液体の中にカニが入っているえーこれどうやって取んのえーマジっすかえな、ー、何これどういうことどっかにヒントないのかなあてかそれよりもまずカニでしたねあのカニどうやって取んのかなえー硫酸に使ったカニえー科学準備室への扉 いやこのヒントの文字だけで大体こうピンときましたねこれ多分科学準備室に何か硫酸をなんとかするアイテムがあるんじゃないですかねで一番下のヒントが多分科学準備室への扉をこうどうしたらいいのかっていうヒントがね書かれてると思うんですよねということは一番下のヒントをこう見てみた方がいい気がする うーん、ちょっとわかんないなぁ。いやー今日もですね、いい感じのね、時間取っておりますので。え、ね、ぇ、今回ここまでにしていきたいんですけども。いやーでもなんですかね、これなんとなくヒントを見なくても、あのー、さっき、あの、大室くんが、どの教室にいるかなっていう感じで、ねーこう適当に入ったじゃないですか。あんな感じで多分入れる部屋をこう、しらみつぶしにしていくと、 ねえ、多分見つかるとは思うんですけども、ねえ、そうするとこの動画シリーズめっちゃ長くなってしまいますので、ねえ、随時こうヒントをね、拝見させていただいて、ね進めていきたいと思います。ねえ、ね、そんな感じなんですけども、ねえ、今回はとりあえず、ここまでにしていきたいと思います。ねえ、今日もここまでご覧いただきまして、ありがとうございます。ねえ、あとですね、えー、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。えー、特にですね、コメント、 通していただきまして私と交流しないかいか、ね、私とお友達になろう。お握手したらね、お友達みたいなね、そんな感じなんですけども。そして、チャンネル登録まだじゃねっていう君ですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ねぜひですね、チャンネル登録の方もしていただきまして、他にも楽しい動画が盛りだくさん山、盛、ね、りだくさんありますので,で、よかったらですね、え他の動画、 ねえ、よかったらですね、え、他の動画の方でも、お楽しみいただけると幸いです。ねえ、ぜひね、チャンネル登録もしていただきまして、ねえ、応援してくださいね。私はですね、また、次の動画、イやさ次の夜にまた、お会いしましょう。うわまた音がしたお相手は、あなたの夜のお友達。おおいおまたがった。ははマジか、お相手は。お相手は、あなたの夜のお友達。<laughs> <laughs> 私でした。ねえ、私はまた、次の夜にまたお会いしましょう。それではまた、次の夜に。